はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日は唐辛子と千日紅の寄せ植えを作っていきたいと思います。唐辛子をねポイントに使っていきますので、唐辛子の使い方に、ちょっと気をつけて見ていきましょう。まずはねこのようにスコップで土をね少しこう鳴らしながら、手でね植える穴を掘って、そこに苗を一つずつ植えていきます。今ね千日紅を最初に入れて次に唐辛子を植えました。そしてまた千日紅を植えてます。これね唐辛子手前側ってよく見えるじゃないですか。なので手前側にこうちょっとね可愛い唐辛子がよく見えるように千日紅と唐辛子の位置をね決めながら植え込んでます。寄せ植えを作っていくポイントなんですけれども、その寄せ植えをこう使う期間っていうか時期とかね、どのぐらいの期間見るのかとか、そういうことがまずね一番重要なポイントになっていきます。今回はねこれはすごくね短い期間で見ていくものなので、このように爪爪でね植えていってますけれども、これがね長いスパンだとちょっと変わってきますね。はい、ちょっとねアングルを上げてみました。先ほど言ったねちょっと長いスパンだと変わってくると言ったんですけれども、まあ長くね見るんだと、要するにこれは千日紅が伸びてきたりとか唐辛子がね大きくなってきたりとか、まあそういうことをね考えながら植えていきますよね。このぐらいね詰めて植えていってしまうと、まあ大きくなった時にはもうねちょっとこう身動きが、植物たちが身動きが取れないような感じになってしまうので、まあこの場合はね少し、その場合は少しこの間をね空けていかなければいけません。でただ今回のねこれはね本当にこの時にパッと見てね、その時一番綺麗な状態で、お客様を迎えるような、感覚で植えてますので、まあ、そういう時はねもう完全にこうフラワーアレンジメントと同じような感覚で植え込みをしていきます。はい、これ、ね、前の方の千日紅を今ね、唐辛子に変えてます。これ上から見た時にちょっとここにね赤いものが入ってた方が綺麗だから、このように今植え替えてますね。このようにもう本当にこうフラワーアレンジメント感覚で植えていく場合は、この色のバランスとかねトーンとかそういうことをね中心に考えて植えていくことが大事です。なんかね一般のこのねガーデナーさんなんかの常識で言うと、まあ基本的にねこの植生っていうものを重視して植えていくことが多いので、もうこういうねフラワーアレンジメント感覚のね植え込みっていうのは、それは違うんじゃないかと思われる方もいらっしゃいますけれども、まあ、実際にねこの植物を楽しむお客様にはね本当にこう二分してるんですよね、その部分って。だからまあ例えばこう長くね何ヶ月も植物を楽しみたいっていう方と、こうその時その時でねこう楽しんで、またね気分をリフレッシュするために違うお花に植え替えるっていう方もねいらっしゃいますので、まあそのあたりはですねもう本当にそれぞれの好きなように植物をこう植えていったら僕はねいいと思います。このね、どちらの考えがもう植物を、ね、大事にして、どちらの考えが植物を大事にしないとかね、そういうことではなくてね、またこう植え替えた時にその植物を他にこう移植してね、そこで楽しんだりとかいろいろとねバリエーションを変えたりとか、そういうこともね実際にないものってできるので、まあねそのような形で楽しむというね新しいねこのないものを楽しむ方法っていうのもこれから僕はね提案していきたいと思ってます。今回はねこの千日紅だけでね、植え込んでも良かったんですけれども、このねちょっと千日紅だけだとちょっとね色がぼけるんですよ。なのでちょっと遠くから見た時にこう赤いものがね
入っていて、で逆に同じ型花型だとそれが目立たないので、ちょっとね丸い実物のような赤いスパイス的なものを入れるととても可愛かったので、今回は千日紅にこの赤い唐辛子を合わせてみました。唐辛子の赤い実がねこのように効いてなかなか素敵にできたので、ぜひね皆さんも一度ね試しにやってみてください。ではねこの動画が良かったよという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。